スパイカメラが壊されていない。フナティック構成でもね、アルファイアの打ち合いありきすぎるからな、これ。うわ。まずはモジャ捉えていきます。さらにはディメンショナルドリフト、情報を取りに行く。うわー、これやべえ配置。ちょっと待って、これやばい、これこれやべえ。タイトルの中への進行が始まる。さあしかし裏からも時間制限。ショディマ返れ返した。しかしショート側からエムの射線、ここはしっかりとエスカバー。サイトの中で立ち回るネキシーをどう抑えるか。ワンワン、おい、ナイス。ショディマ各々が各々の背中を守りきりました。いいね、バック入れた。バック入れたのでかい。 B のアラーム壊れてないの大きすぎる。余裕持ってこのガレージと C を見れますね。 B は完全にリテイク配置。そしてスパイク側は現在 A に向かっています。トレイルブレイザーで情報を取りに行っている現在ジョジョ。さらにガレージネクシーの姿は見えた。ここが勝負していく。やっか、捉えた。えらい壁抜きヘッドショット。打ち合いビビったらマジ負けるからね。味方を完全に待たずとも、うん、さあそしてちょうどアラームボットを見たタイミングでしたが、もじゃ対応できました。ブラインドサイド、ただまだアラボ反応していません。そうなんですよ。いやむずい。アナイスタレットだけど違いますよ。タレットも置けました。一人で B サイト守っていますね、アランボットが。さあただこのガレージ窓抜け王者の部分フラッシュは一つある。いやこのオフアングルなかなかピークできませんよ。強気。しかしスモークのタイミング、視線はずれた。モジャーは待つ。トレイルブレイザーはもうありませんからね。モジャーまだ待ちます。タイミング怖いなこれ。いや手前怖え。ただ待っている。横を取れた。あ、ナイス、よく見てた。対応できた。さあスモークの中位置を変え、パラノイを食らっているパピチロ。ここがエース捉えている。パピチロだね。うわ怖っ。しかし最後はジョジョパップロ大きい。これいい、これいい、これいい。これテンポ感なら間に合うんじゃね。まだ C 引き寄せられるか。ある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 。これ頑張れ頑張れ、入れ。入っていく。 C 中は2人で守れています。いい。ただこのウィンドウ抜け C リンク、これ悪くないぞ。今一度止まった。そうですね、悪くない悪くない。このスロー展開の中でバンダルを持っているエースも打ち合える環境に行くといいんですけども、エースは現在 A ショートにいますね。いやなのでこれマジで熱いぞ。現在実質ソルダムのみとなっています。この後おそらくコンティンジェンシーも使ったハサミが展開されますね。残り時間30秒近く。デコイスタート、アンダーカット、ワンピック。マジか。スモークの中隠れ。さあソルダム、どこに持ってけ。これマジある。2人目十分すぎる。これは崩した。さああとはサイトの裏待ち構えて、あが回ってくる。変えた、頑張れ。おお十分。おおエースが決めている。ただここで事前に流していたゲートクラッシュを通って C 側への侵入、一人見えた。 C エントリー完了です。いやロックダウン、嫌な流し方今の。そしてネクシーのラークがまたピットのカウントは間違いね。ネクシーは現在 B 前へロックダウン使っていきました。さあここでソルダム飛んだ。ここがデコイ。サイトの中展開していく中、相手を全員ロングレンジに使ってることができた。けど大丈夫か。さあネクシーが来るまでが勝負か。ロングレンジ反対するより返していくわ。エマンここはうまくかわっていますが、ガレージどうだ。ガレージ打ち合い、タイミング。じゃあそしてこうなると裏から回ってくる。ネクシーガレージ攻略アンダーカット。そしてネクシーが裏から回ってきて、あー惜しい惜しい。ワンチャンあったけどな。一瞬で守りきれるかなというね。来た2条、2条キルジョイセットアップね。これちなみにこれ読みづらいかもしれない。先ほどこのポジションのソルダムは一度攻略されています。ガイディングライト足音鳴らして、ただ待ち構える形。これはまずいか。ソルダム、いやドローンが先行してきた。パピチロまずはファーストブラッド。いやただエース、エースは隠れてる。キルコントラクト捕まった。エースの位置どうだ。エースの位置どうだ。強い。エース大事。うわー声で強っ。しかし強すぎパラナイオケ。マジかよ、一人しか持っていけなかったのに。先ほどもありましたねこの2 on 3の状況。バイパースピットはキルコントラクトなくなったので使います。いや使うけど、おっある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 さあある。変えて変えて。スモークダウン、あえて起こしたパピチロ、パピチロ、おおカエデ、よく繋いだ、カエデマジか。突
入です。てかアイソに打ち勝ったのもやばすぎる。メンバーでの2オン3。ただドローンが来るので、はい、パレット反応バレた。見えた。テクニドル引いていく。ただやっかのカバー。いやいい。このカバーが通ったので、それとも前に出る。この後 A だよ。ジョジョのこの A の立ち回りどれぐらい覗くか。カーテン次第すぎるかこれ。ジョジョ見えた。3人見えた。いや壁抜きの精度はすごいんですよこのチーム。さあしっかりと抜いていきます。あとはこの B サイト。 OK 持ってこた。4対4の構図。いやそしてエースの立ち位置、これトラップアイアンないですからね今回。さあ現在ヘブンにソルダム。デコイは、いや熱い。そしてエース、裏側エマを落とした。早めにと。さあそして待って、切ってきますか。ヘブンしたまだ耐えて、ダブルキルのモジャ。すいません取り返し。パプチロワンオツー残ったエース。いやあえて2つのポジション一緒のところに、エース取られた。ワンワンパラノイア、クリティカルヒット。エース作ってくれ。うわあよかった。ただ時間がなく選択肢が少ないぞ。 B 側に入っていくことになるか。まあ B であれば1番の正解ですね。12秒、設置は向かいます。ただ今回挟み込んでる A、 そしてシーリングスキル残ってるよね。まだサイトの中での耐久戦、非常に狭いスペースの中での打ち合いです。車線を広げていく姿が見えた。パラメル食らっている。ブラインド状態、1ストレート。しかしネクシー返している。人数入りの状態まだ直すが続く。しかしここは囲い込んでいますが、サイトの中での耐久戦は直すが制しました。映画はシーズを投げつつ、すでに瓦礫までは取れています。ナイスメインテイク。カウンター、シーズペイントダンのカウンター。ファーストパラタネクシー、そして捕まっていた。そうですね、まあうわあ、ファーストシーズ、あとはこれ、いやまあ読みにくいな今の。ファーストでシーズ飛んでこないでペイントだもん。これだからな。飛んで置いてるが、いやエースどうだ。エースの立ち位置が重要です。バレーが来た。そしてもう一つ存在が見えた。さあ降りたタイミング、冷静に打つ。ある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 。ダメ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 、落ち着いて落ち着いて。ああ、十分ですね。ヤスカ返した。そしてスパイクを持って A 側へと向かっていく中、それを追いかけるか。背中守っています。壁抜きすら怖いぞ。カエデホールドライン入れての、ここはどうだ。激ロすぎる。設置向かっている。じゃあ体力10。いつホールドライン入れるか。いやいい目。さあ両者体力が少ない中、シェリフ VS ゴースト。タレットも、タレットですら怖いですよこれ。おい！ヘッドショット？なんだその打ち方は！壁抜きじゃないんですか今の。リンクの壁前まで来た。そしてスモークを焚きながら正面衝突。メパラ。パラノイアだ。うえ、ナイス。そして帰れ、逃げ込み取った。少し、モジャ。ケスコア、ケスコア、ケスコア、ケスコア。そして裏から。ああ待って、ケスコア。ああちょっと待って、ああそうそう。ああちょっと待って、一回ファイト、ナイスファイト。来てくれた。あーナイスファイトナイスファイト。そしてバンダルも回収できましたね。素晴らしい。強力なアルティメットが大量にあるラウンドです。そして今回は A プッシュの直す、そことすれ違うような形で B 側入れています。オーバードライブ。このセット強いんよな、マジ強い。このセット C バサミ。そうこれも。さあそしてサイトのライブこれはもう交通事故です。これがねゆえさんも言っていたヘッドショット判定、うん、ネオンのオーバードライブにはありますから。ヘッドショット一瞬で解きますんでね、これその強さ我々も身に染みてね分かってますから。その使い手がソルダム。電光石火の仕掛け。ここもじゃあ返した。そしてフォールトライン入れながら、さあパビチロ裏からワンピック取れています。しかしジョジョ正面は守りきった。そしてあとは位置が分かっているパビチロ。そうですね、あとはそれぞれマジでネオンやべえ。いい俺バローやりたいなってなるけど、踏みとどまるのマジこいつのせいなんだけど。さあここはディフェンダースポンガーからまとまって4名での取り返しが始まります。しかも徐々 HP 削れてますからね、うん、ただこの A メイン側に対するリテイクスモークはたける位置で楓倒されているんですよね、はい、そうですね。
さあスライディングそしてちょうど続いたこれやばすぎやってこれマジで。それでは駆け抜けフォールトライン釣りが似てないか、いや、削れている、ね、削れている。さあ、あとは釣りが待ち構えているところはパピチロを抑えた。しかし、ちょうどリテイク成功、12対1。さすがに一度アクションが怖いか。さあ、エース。バレたタイミング。パラノイア。しかし、カウンターパラノイア。それでも、カウンターに行きましたが、ここはエーマン。スタン受けていなかったエーマンが打ち返しましたね。おい、ちょっと、ちょっと、ちょワンチャンあるぞこれ。カエデワンピック取ってノットデッドイエット上がったら。1キル取れればノットデッドイエット。ノットデッドイエット上がりますからね。1キル取れた。2キル取れた。しかもヒールまで入った。3キルも取っちまうか。ノットデッドイエット。当然。うわい。スカロピーク完璧。完璧ですね本当に。カエデの A メイン。しかしその先にはキルジェのガジェットが残っています。ナノサーム展開されながらも無理やり当たったカエデ。ここからはジャのロックダウンをどうするかですよ。さあロックダウンを潰しに行く判断になるでしょう。パラノイアでいった。そしてロックダウンは壊れない。リロードですよ。壊せる壊せる。もう一マガジンであれば壊れた。ただこのタイミングパピチロ、あとはヤツかポジションを潰しに行きます。いやこれプラント通す。裏警戒はされた。警戒されている。置かれている。いやちょうど警戒解けた。おいヤツかよく捉えた。そして反対のヒルが持っています。これパピチ、おお抜いた。そしてヤツカショートに回る。シャッターが割れた。クロコーン上での立ち回り。うわよしよく倒した。ナイスフラッシュライブ位置が分かったぞ。最後のフラッシュライブクロコン回り3対1の構図。冷静ですね。ヤツカを持ちました。さあこれでワンオスリー。クロコン飛び降り。素晴らしい素晴らしいカバー。うわよくこの混戦取った。この追い風に乗っていけリドル。A4 名スタックの形。今ジェットのみがナオスのナイフにかかって、で KO のナイフも返ってきたので、うーんフラッシュカウンター。マジ飛び込む。そうだね。もう1キル。さあ2キルも取った。ここから前に。これは読めないわ。どうだ。絶対行け絶対行け。よしここは帰るスアップ。一気に人数優勢と武器も確保。バンダルありますよこれ楓。さあこのバンダルは楓が持つか。いやブルドッグをソルダが回収できました。ギリ見えなかったけど大丈夫。ただドローンには映っていないこのジャ、隠れているジャ。いやこの A ショート進行もかなり怖いですよ。武器はゴースト。ジャ仕掛けるか。このオッケー。一人は持ってった。しかしここはカバーが取れました。あとはエースメイン側姿が見えた。さあ位置確定。ソルダム味方を待ちます。嘘でしょ嘘でしょ。正面衝突。あーオッケーオッケーです。ありがとうソルダム。ここでパラ使ってフラッシュ使ってセット。あれはスタッキー。いやこれはね分かんなかったと思うわ。作戦これは釣られてしまった。この時間のフェイクですからね。さあ A から少し。いやでもこれ間に合うぞ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 。エントリー完了。さあリコンボルト楓よく入った。いやいいいい。1キロ取った。よく持ってった。さあシャッターが閉まる寸前。それでも狙っています。シャッターが壊れ。しかしモジャマイプッシュ。何するかい。いつの間に入っていたんだ。入って。あしかしここはパピチロ。気づけばワンオンスリー。ただモジャパピチロ HP、うん、ローですよ。まだ位置が割れていない。抜くか迷うよなこれ。ダブルキル。そしてうわミラクルクラッチだ。ファントムすぎるそれは。お前はなんと救うんだ。ファントムすぎるわそれは。なんだこれは。さあ一度引き切り3人でミッドを守っています。ジャの動きが。いやジャがすでに B サイトを越えてその先ソルダム横を捉えている。気をつけるか。うえっ。いやソルダム負けねえなあいうやつ。さあこれで道はなくなった。2オン5ソルダム。ソルダムがまだキルを取る。さあソルダムが勢いに乗って最後はジョジョ。いや、区内負けなすぎだろ、ソルダム。マジ強え。ソルダムです。A 寄っちゃいますよね。アラームボットを超えて。頭入った。さあ、入ってくるところ。シャッターを閉めて一度引き切る回でダメージは食らいました。しかし、ジョジョは。ある！いいやつか ?B メインの守護神、再びか。おぉ！また抑えた。2対4。そして、ポン
ピチロ、ただやいや、ジョジョが情報取れてる、ジョジョが見れてる、ジョジョが見れてる、直せ。待って、でもちょっと待って、これそれでもショート今エースもバレている前提で動きづらいですね。ただ13秒、時間はない。エースボートハウス、ソルダムも動く、動いた、残り時間は少ない。さあソルダム、どうなる、アップダウン、上から上から、うわぁぁ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 ぁ、それはかっこいいわ。何度覆すんだリドル、それはかっけぇわ。このジェットじゃないですから。18ラウンドロックダウン。じゃあただこれエース詰めれているので、ソルダムは前あたりを選択、フラッシュからもう液体、体力5残った。しかし帰れ、やばいかこれ、ちょっと待って、形やばいかもこれ。4対4、サイトの中には入ることに成功しています。直せ、これエースとジャの位置の噛み合い、どっちが上行くかですよ。ただエース、スモークでタレット隠したんですけど、いやこれジャのポジション、ソルダム気づけない。あ、じゃあこれ B 面クール、ナイスナイスナイス。スコレク3対3。いやジャの位置、ジャは B メインに回る。パラノイア、いサイト早めがいいね、サイト早め行きたいね。さあモジャまだ持ちこたえています。いやいい、負け締めないっす。ほぼ B メイン確定じゃないですかこれ。ボートハウス、オッケー、勝った、勝ちしろ。おわぁ、位置が分かった、タレットが反応。ナロさんはアタック、決めた。4ラウンド目、追い詰められた直瀬、ここでかよ。でもこれキルジョイ配置だから、しかしここには付き合っていません。刺さんない、刺さんない。楓のハンターズキュウリもありますよ、リコンボルト。しかしこの回転、よっしゃー、これ止めれる止めれる、頑張れ頑張れ。ハンターズキュウリで時間を稼ぐこともできる。待って、もうここからゆっくりでいいぞ、ゆっくりでいい。ソルダム削っている、しかしジャムを打ち返している。ソルダム1は分かっている、このスパイクソルダム打ち勝った。うわぁ